キーボードがアルファベット順に整理されていないことを疑問に思ったことはありませんか？現代のパソコンのキーボードはタイプライターまで遡ります。最初はピアノのような鍵盤でアルファベット順に並んでいましたが、使い勝手が良いものではありませんでした。最も一般的に使用される文字が近すぎて頻繁に詰まったのです。そのためタイピングはかなり面倒なものでした。そこで最初のタイプライターの発明者の一人であるクリストファー・レイサム・ショールズ氏が代わりにクワーティ配列を考案。そのレイアウトの背後にある考え方は ST や TH など最も一般的に使用される文字の組み合わせを広げることでした。そうすれば機械的な問題を防げることができます。これにより両手の交互の動きを助け、タイピングの速度が上がったのです。全く同じことをするのになぜ2つのシフトキーが必要なのでしょうか？その理由はキーボードの単一のキーを使用するだけでより便利にするためなんです。使用しなければならないキーがキーボードの右側にある場合は右シフトを使用し、左側にある場合は左シフトを使用します。これは2つのオルトキーと2つのコントロールキーにも当てはまります。同じ目的を果たしますが、異なるスキャンコードを持っており、必要に応じて使い分けることができるのです。例えば国際的なキーボード設定では右側のオルトキーでドイツ語の文字エッセットを入力できますが、左側のオルトキーでは入力できません。キーボードには小さな足がありますよね。キーボードの高さは0度から15度の間で角度を調整できます。ちなみに推奨角度は5度から12度。足を立てる理由はキーボードを見ないとタイプできない人がよく見えるようにするため。ただしこの場合、手首が曲がってしまうので位置を保ってタイプするのが面倒になることがあります。だからこそ足で調整することができるのです。 AT という記号は全く新しいインターネットの発明ではありません。いつから使い始められたのか正確に知っている人はいませんが、研究者は少なくとも中世にまで遡ると言っています。その記号が最初に見つかった文書は1536年のもの。アットはラテン語のアドの略で、アット、トゥー、またはトゥオーズを意味すると言われています。最初はアドと書いてありましたが、 D のアップストロークは A に向かって左方向に曲がっていました。時間の経過とともにそれを短くするために D は A の周りの円に置き換えられたのです。また昔は価格を表示するためによく使用されていたんです。その後しばらくの間はシンボルが消え、最初のタイプライターのキーボードにさえありませんでした。しかしコンピューターの開発に伴い、人々は複数の機械を接続するためのシンボルを必要としたのです。例えば特定のパソコンと特定のユーザーに何かを送信する際、ユーザーの名前とコンピューターの名前を分割する必要がありました。そしてアット記号がまた使われるようになったんです。コットンパッドの両面はそれぞれ目的が異なります。コットンパッドは柔らかく丈夫で液体を吸収できるようにいくつかの層があります。そして一つになるようにエッジがステッチされているんです。パッドの滑らかな面は塗布用で、パターンのある面はクレンジングとメイク落としに最適。またどのコットンパッドの袋にも側面に紐があります。どこでも袋を引っ掛けられるようになっているんです。袋の下部は穴あきラインがあるので、そこを開けば下部から1枚ずつ取り出せます。卵といえば、全ての卵には数字が刻印されており、これは卵についてあることを記載しています。最初の桁は0、1、2、または3で卵がどのように生成されたかを示しているのです。0はオーガニック、1は放し飼い、2は屋内、3は家具付きのケージであることを意味します。次にどの国で卵が生まれたかを示す国コードの文字があります。5桁のうち他の4桁は卵生産者の正確なコード。またパックの側面には3桁の数字があり、その数字は卵が生まれた年と日付を示しています。001は1月1日、120は4月30日、365は12月の、答えは31ですね。すべての卵は通常白または茶色、色は鶏の品種によって異なります。通常白い鶏は白い殻の卵を産み、暗い鶏は茶色の殻の卵を産みます。
しかし同じ品種の鶏でさえ特定の鶏の遺伝学に応じて異なる色の卵を産むことができるのです。またいくつかの鶏の品種は青みがかった卵を産みます。ちなみに白い卵と茶色の卵で栄養上の違いは特にありません。朝使うもの、そうコーヒーのかき混ぜ棒。コーヒーのかき混ぜ棒には穴が開いていますよね。プラスチックは通常温かい飲み物を入れると曲がります。穴が開いていれば棒は丈夫になり熱に耐えることができるのです。さらにこの方法で製造すれば必要なプラスチックも少なくなります。木の割り箸はなんでくっついているのでしょう。それは新品であることを示すため。くっついていればあなたの前に誰も使っていないことがわかりますからね。自分撮りがソーシャルメディアの世界を席巻する中、スマホ会社は新しいスマホの持ち方やカメラの使用法に適応していかなくてはいけません。どうやらほとんどのスマホユーザーは自撮りをする際に若干頭を右にかしげているんだとか。カメラが左側に位置していることで頭をかしげることでちょうどいい角度になるんです。天才的。これによって自然な仕上がりとなり、写真写りが良くなって撮影者の気分を上げてくれます。携帯の後ろにあるカメラも左側に寄っていますよね。左利きの人には申し訳ないこのデザイン。これは一般的な右利きユーザーを意識した作りになっているんです。山といえばエベレストに注目が行きがちですが、正確に言えば世界一背の高い山はハワイのマウナケア山です。そこから頂上までの高さは10キロ。世界一という称号の足かせとなっている唯一の理由は、山のほとんどが海中に沈んでいるためなんです。月より広いオーストラリア。月の直径は3400キロですが、オーストラリアの沿岸から反対側までの直径はおよそ4000キロあります。幅だけで言えばオーストラリアの勝利ですが、陸地面積で言えば月に軍配が上がります。その面積なんと3800万平方キロメートル以上。うわあ、でっかいですね。チーズみたいにボコボコなのに。アナティダイフォービアは世界のどこにいてもいつでもどこでもアヒルやガチョウが自分を見ているのではないかという恐怖症のこと。この恐怖症を持つ人は必ずしもアヒルやガチョウがそばに寄ってくることや触れてくることを怖がっているわけではありません。ただ単に見られているという感覚が嫌だというだけの話なんですって。どんなものでも人間の恐怖の種になり得ることを示した続き漫画で初めてこの恐怖症が紹介されたんです。恐怖症を引き起こすものは様々です。アヒルが自分の行動すべてを監視しているという感覚は確かに神経過敏を起こしそうになりますよね。発狂しちゃうかも。カラスは人間の顔を認識することに長けており、長い月日が経ってもその人間を覚えていることができるということが明らかになりました。あなたが過去にしたカラスへの対応によってはどちらに転ぶ可能性もある発見ですね。自分を恨んでいるカラスに遭遇するなんてのはごめんですから。皆さんはカラスの区別が簡単にはつかないかもしれません。そのため安全を期して全てのカラスに手でも振っておきましょう。中央アメリカのヨロの町では魚の雨と呼ばれるイベントが毎年開催されます。ただし住民に参加の選択権はありません。毎年5月または6月に集中豪雨が町を直撃して通り中に魚の大群を残していきます。この現象は遠く離れた場所から魚を運んでくる水柱または水竜巻によって引き起こされると考えられています。無料シーフードのお届けですか？お願いします。光の最も基本的な部分である光子が太陽の中核から表面まで移動するのに数千年または数百万年かかるとされています。しかし一度太陽の表面に到着してからは目に到達するまで平均で8分20秒しかかかりません。つまり我々が目にしている太陽光はかなり古代のものということになります。
人類の始まりよりも昔に発せられた光ということです。英語の中で出すで終わる単語はたった4つしか存在しません。トレメンダス、ホレンダス、スチューペンダス、ハザーダス。なんだか呪文にしか聞こえないですね。フォークに絡んだ一本のスパゲッティには名前があるんですよ。その名もスパゲット。イタリア語では単語の最後の I は複数を示し、O で終わると単数であることを示します。これは全てのパスタに当てはまります。ニョッキの単数形はニョッコ。フェットチーネの単数形はフェットチーノ。ラビオリ一つはラビオロと呼ばれています。誤ってリンゴ、桃、梨のステッカーを食べてしまったそこのあなた、心配ご無用。食用だとは言えませんが、食べても問題はありません。他のものと一緒に後々体から排出されるはずです。アメリカでは食品に使用されるステッカーの接着剤が食品医薬品局によって制限されています。とはいえ、食べる前にシールを剥がして果物をよく洗うことをお勧めします。イルカはお互いを示す名前を持っているだけでなく、他の生物にまで名前をつけているんです。水中で泳ぐ人間に対してはどんな名前をつけているんでしょうね。気になるところです。おい見ろよフランク、けなし猿がまた戻ってきたぜ、ひひ。巷で一番おいしいジャーマンチョコレートケーキ、私のお気に入りです。しかしこの名前はドイツとは何の関係もありません。1852年にコブで厳しい環境下でも生きることができ、恐竜が地球を支配していた頃からいました。ですが寿命が50年のシロアリの女王にはかないません。虫の寿命としては最も長いのですが、普通のシロアリは 1,2 年しか生きられません。地球の歴史の中で合計1080億人の人間が生きたと概算されています。地球の全人口はロサンゼルスの中に収まります。世界人口は75億人なので信じられないかもしれませんが、全員が肩をくっつけて立てば1300平方キロメートルに収まります。昔トカゲは額に3つ目の目がある爬虫類です。この目には網膜と神経結合部、水晶体がありますが、成長期にすぐ鱗に覆われるため物を見るのに使うことはありません。何のためにこの目があるのかについては今も研究がされています。ラクダには砂漠で砂から目を守るため3セットのまぶたと2列のまつげがあります。動物園にいるパンダは気楽にくつろいでいるように見えますが、中国以外の場所は旅行で訪れているだけなんですよ。すべてのパンダは中国に所有権があり貸し出されているからです。1974年当時、 NASA の宇宙服は全部セットで18億から26億円でした。ですが NASA は74年から新しい宇宙服を作っておらず、そのため機能するものは4着しか残っていません。また宇宙服を作るとしたらコストは今日の貨幣価値で180億円になります。古いテレビの画面の静電気のごく一部はビッグバンの残留放射線なんですよ。ロンドン橋を見ようとロンドンに行こうという方、考え直した方がいいかも。元々の橋は現在アリゾナ州にあるからです。1960年代までにロンドン橋は落ちそうになっていて、市がアメリカの石油王ロバート P マクローに売ることにしたのです。そしてアメリカに輸送され、現在はレイクハバスシティにあります。イギリスというと王冠の宝石の中にはこれまでで最大のカットダイヤモンドがあります。カリナンは発見された中で最大のダイヤモンドで、十字のついた王石にはめ込まれています。2番目の宝石はカリナン2といって、美しい大英帝国王冠に取り付けられています。ですが本当に巨大なダイヤモンドは、あなたがこの動画を見ている間にも木星や土星に降り注いでいるかもしれません。雷雨がメタンを炭素に変え、それが降っている時にだんだんと硬くなりダイヤモンドとなるからです。勉強していて集中できなくなったらガムを噛んでみてください。ある研究でガムを噛みながら記憶テストをした被験者は、噛まなかった被験者よりも長く集中できたという結果が出ています。木は動物の呼吸に必要な酸素を作ったことから、
ほとんどの動物より先に存在したということは常識で理解できますね。でもこの話をサメにしたらきっと笑うでしょう。海の生物は木よりずっと前から存在していますからね。サメは4億年前から存在しますが、木が現れたのは5000万年前です。コミックサンズというフォントはここ何十年もの間世界中の人々の意見を二分してきました。そしてカジュアルで仕事には適さないとされてきました。デザイナーのヴィンセント・コナーレはインスピレーションとしてウォッチマンといったお気に入りの漫画の本からインスピレーションを得たのも頷けますね。動物の王国のボディーガードといえばこちらです。シルバーバックゴリラは自らの体重の10倍の重さ、つまり約 800kg を持ち上げることができる地球上で最も力の強い哺乳類です。顎先がある動物は人間だけです。チンパンジーなど二足歩行をしたり顎があったりして人間と近い動物もいるのですが、人間のように下顎の真ん中に小さな骨があるものはいません。映画の予告編はもともとは映画の後に上映されていました。それで英語では自動車に牽引されるトレーラーと呼ばれています。現在のアメリカの国旗は高校生がデザインしました。ボブ・ヘフトは1958年歴史の授業でこの旗をデザインしましたが、80点しかもらえませんでした。ですが彼のデザインが1500の作品の中から選ばれ新しい国旗となりました。そして当然ながら彼の成績はその後100点に変更されました。人間と違って猫は前足と後ろ足の指の数が同じではありません。普通は前足の指が5本ありますが、後ろ足には4本しかありません。家に猫がいる人は見てみてください。ジーンズについている小さいポケットって何のためのものなのか考えたことがありますか？時計用のポケットで、もともとは懐中時計を入れるための場所だったんです。1879年リーバイスが作った最初のジーンズに遡ります。脳は種類の違う記憶を保管するのに異なる脳半球を使います。あなたが聞いたことや読んだことは左脳に保存されます。そして写真や出来事は右に保存されます。南極やシベリアの氷と凍った地球の地面の下には古代なウイルスがいます。私たちの知るウイルスの10倍で何万年も生きるんですよ。モロッコには本物のジュラシックパークがあります。モロッコのケムケム層群という地層で非常に多くの恐竜の化石が見つかっています。この数十年で何十種類もの種類が発掘されたんですよ。3400万年前、古代の霊長類がアフリカから南米へ、大西洋を渡りましたが、どうやって移動したのかは分かっています。がっかりさせて申し訳ないですが、お札は実は紙でできているわけではありません。つまり、お金がなる木という木はありえないわけです。ほとんどのお札は、リネン 25%、綿 75% でできています。あの独特の手触りもこれが理由です。19世紀当時、お札はパーチメント紙製だったため、今とは違い簡単に模造することが可能でした。エッフェル塔は夏の間15センチ高くなります。物質によっては熱が加わると粒子がより活発に動いて質量が増えます。これは熱膨張という現象です。気温が下がると物質は再び収縮します。このような作用はガスでより顕著ですが、液体や鉄などの固体でも見られます。そのため橋などの大きな建造物はエキスパンションジョイントを使用して建設します。このパーツのおかげで膨張・縮小のためのゆとりができ、変化による損傷を防ぎます。ほう、私似たような機能のズボンなら持ってますよ。蜂蜜は数千年の間鮮度を保つことができます。蜂は花に降り立って甘い果蜜を集め、自分たちの巣へ持ち帰り、別の働き蜂のもとへさらに運びます。蜂が繰り返し果蜜を飲み込み吐き出すと水分量が減少。蜂のゲロってわけですか。蜂の腸内の特殊な酵素が果蜜の中のグルコースを分解し酸度が高まります。蜂はこの蜜を蜂の巣の中に吐き出し、水分がより素早く蒸発するよう羽を使い空気を送り込みます。こうして酸度が高まり、水分が飛んだ蜂蜜は腐ることがありません。食品を腐らせるようなバクテリアはこのような環境で生き延びることができないのです。はるか昔、
人々には寝床を床から離しておくという習慣がありませんでした。この習慣の起源は古代エジプトで、現在でもたくさんの文化で取り入れられています。古代人たちは冷たい床から離すことでベッドが温めやすくなるということに気づいたのです。昔の家にはたくさんの隙間風が入ってきていました。冷たい空気がドアの隙間から侵入してくるのです。海外でよく見られるセントラルヒーティングというシステムが存在しなかったため、暖かさを保つ方法が必要でした。暖かい空気は上昇します。つまり高い位置にいることで床に近い時よりも寒さを感じることがなくなります。またこうすればベッドの掃除も楽です。質素な家では現在よりも床が汚く、汚れが全部ベッドに移ってしまうことは日常でした。汚れといえば、人間は生まれつき綺麗好き、整頓好きだと思いますか？数千年前の我々のご先祖様の時代から、我々はトイレを利用し、櫛で髪を溶かしていました。さらに、家と自分自身を清潔に保っていたそうです。清潔でいたいという人間の欲求は、嫌悪感が原動力となっています。これこそ、体の安全を維持し、様々な感染症から守ってくれるメカニズムです。特定の匂いや物に対して敏感であることも、このメカニズムが関係しています。とはいえ、人間にもいい加減な習慣がないとは言えません。例えば、キーボードの上で平気でおやつをむさぼる人、いますよね。ゲー！私だったら絶対やりませんけどね。しかし、人間よりも綺麗好きな動物が存在することはご存知ですか？例えば、ガラガラヘビは身の回りをきれいに整頓します。狩りを行う際、筋肉質の首と三角形の頭を使って邪魔な草を溶かすものもいるそうです。獲物を狩るとき、通り道を確保する動物はたくさんいます。爬虫類も同様です。周りの植物が少ないことで獲物を捕らえるチャンスが高まります。泣き鳥も綺麗好きで、食べ残しや卵の殻などのゴミを巣から排除します。こうすることで巣が敵に目立ちにくくなります。さて、宇宙に目を向けてみましょう。月では地球上より闇が深まります。地球では大気が太陽光を分散するからです。月に降り立ったら、あまりにも闇が暗すぎて、自分がどこへ向かっているかもわからなくなるでしょう。また、月面上の新しい足跡に気づくはずです。人類が最後にここに降り立ったのは数十年前ですが、足跡はついさっきつけられたばかりのように見えるでしょう。月には水や風が存在しないため、足跡を消す要因が存在しないのです。そのため、数百年間にわたり元の姿を維持し続けることができます。歩くときは気をつけてくださいね。地球の核には、地球全体を覆うのに十分な量の金が存在します。実際に地表を覆ったとしたら、金は膝が埋まるほどの深さになるでしょう。数千年にわたり、人類は地球の地表近くの金、白金、貴金属を取り尽くしてきました。そのため、一部の地域では金属が枯渇しています。しかし、核に近い部分にはまだ大量の貴金属が眠っているのです。それは、地球の形成過程で大量の隕石が地球と衝突したことが理由だとされています。隕石には金を含む様々な鉱物が含まれていたのです。当時、地球はまだ融解状態にありました。そのため、重たい金のような物質はほとんど中核近くに沈んでしまったのです。現在、金などの鉱物の大部分は金を覆っている計算沿岸のマントルの中に閉じ込められています。残念ながら、大部分には手が届かないと言ってよいでしょう。地下およそ3000キロ地点に位置し、温度は1000度を超えます。とにかく高温すぎるので、インスタをスクロールするのは当たり前。実は全世界ではトイレの数よりも携帯電話を持っている人の方が多いのです。国連の報告によると、南アジアとサハラ以南のアフリカ諸国では何十億もの人々がトイレにアクセスできません。でも携帯電話の使用者の数は適切な配管や消毒されたトイレの所有者の数を上回っているのです。ちなみに科学者たちはスマホのスクリーンには一般的な便座の10倍の量の細菌が繁殖していることを発見しています。
この動画を見た後、携帯を消毒した方がいいかもしれませんよ。皆さんはフェイスタイムやスカイプを使って世界中の人々と会話していますか？このようなアプリはチャットや会議、その他の目的で活用できます。でも実を言うと、ウェブカメラ技術の発明には非常に合理的な目的があったのです。1993年、ケンブリッジ大学のコンピューターサイエンス学部の研究者たちは、コーヒーポットが空かどうかを確認するシステムを作り出しました。そうなんです。研究者たちも一般人同様、脳にエネルギーを与えてくれるコーヒーを必要としていたのです。椅子から立ち上がり、わざわざコーヒーポットに行ったのに、ポットが空だったというパターンにうんざりした彼らは、入れたてのコーヒーを作る当番を決める代わりに、それ専用のシステムを開発したのです。そのシステムとは、コーヒーポットが置かれている部屋の画像をストリーミングするというもの。当時はポットにコーヒーが入っているかどうか確認するだけだったので、1分間で送信する写真はたった3枚だけ。椅子から立ち上がりたくなかった研究者が素晴らしいアイデアを思いついてくれたんです。皆さんは白い卵と茶色の卵のどっちを買っていますか？色以外の違いは何なのでしょう？茶色の卵は値段が高いことが多いので、何かが入っているから少し高めなんだと思いませんか？でも卵の殻の色は栄養や品質に影響がなく、どちらの卵も健康的。茶色の卵を産む鶏の方がより多くの飼料を必要とするので、白い卵を産む鶏よりも飼育に費用がかかります。そしてそのコストが消費者価格に反映されているのです。多くのお鍋やフライパンの取っ手には穴が開いていますよね。この穴を使ってキッチンに垂直にぶら下げている人も多いはず。でも別の使い方があるって知っていましたか？家族のために数種類の料理を作っていると、キッチンカウンターが物でいっぱいになってしまって、木べらやサジを置く場所がなくなって困ってしまうことってありますよね。そんな時はお鍋の取っ手の端にある穴にスプーンをはめておくことができます。次にソースをかき混ぜるまでそこに刺しておけばいいのです。すべてのしゃもじや木べらが穴にはまるわけではなく、床に落ちてしまうこともあるので、このハックを試す前にチェックしておきましょう。家に帰る途中に焼きそばをテイクアウトしたとします。でも最近引っ越したばかりなので、お皿はまだ全部段ボール箱に入ったまま。箱に入った焼きそばを食べようとしても具がそこにくっついてしまうし、ソースも均一に混ざっていません。そんな時はテイクアウトの箱を使って食べるのが簡単で便利です。お皿のように平らにして使えばいいのです。紙の端を引いて開くだけで OK。 これでお皿の完成です。一番嬉しいのは後でお皿を洗う必要がないところですよね。トマトは野菜じゃなくて果物だって知っていましたか？アボカドも同じです。でもスイカの場合はベリー。それだけではありません。ピーナッツはナッツ類ではありませんし、アーモンドやカシューナッツとは違うんです。ピーナッツのさやは土の下で育って、ジャガイモのように収穫されるのです。土の上に出ている部分は茂みのような姿です。軽食としても美味しい落花生は、木ではなく地面の下で成長するので、スーパーのショッピングカートには金具がついています。脱いだ上着はジャガイモや玉ねぎでいっぱいのカートの中には入れたくないですよね。この金具に服をかけることでカート内の整理整頓が上手にいくようになります。またカートの底にはもう一つカゴを置くスペースがあります。金具部分を引き上げることでその場所が確保され、車輪真上にカゴを入れることができます。カゴはフックで固定しましょう。歯にパセリが挟まった時はこの裏技を使いましょう。デンタルフロスがたるんで仕方ない時は結び目を作れば OK です。歯磨きの縞模様はそもそも変と思われるかもしれませんね。これはマーケティングの手法。70年代当時大手だった歯磨きブランドが2つの効果を強調するために中身に青の縞を足したんです。真っ白な歯磨きでも効果に変わりはありません。一方、歯ブラシの青い毛にはちゃんとした意味があります。この色が薄れてきた頃に歯ブラシを取り替えるとちょうどいいスパンになります。
南京錠の底には小さな穴が開いていますね。その隠れた目的は錆を防ぐために水を抜くためなんです。また潤滑剤を入れる穴でもあり、そこにオイルを垂らすだけで動きがスムーズになります。十セント硬貨などには周りに枠のような盛り上がりがありますね。その昔、人々はコインの端を削って溶かし、偽造硬貨を作っていました。このデザインのおかげで削られた硬貨は一目でわかるようになりました。オレンジの皮の剥き方でお困りの方、まずは上と下を切り落とし、皮に縦の切り込みを入れたら一発です。クリームや軟膏の容器のキャップには尖った部分が仕込まれています。チューブは金属ホイルで蓋がされているため、このキャップを逆さまに差し込んで開けるんです。こうすることで爪を割る心配もありません。ペットボトルのキャップにある内蓋は当たりと書くためのスペースだけではありません。これが気体の漏れを防いでいるんです。キャップは液体の漏れを防ぎ、内蓋は気体の漏れを防ぎます。飲むまでフレッシュというわけ。海外の消しゴムには2色のものがあり、使う側それぞれに用途があります。青い側はより分厚い紙に書かれた何かを消すのに適しており、紙が耐えられればインクでも消すことができます。ヘアピンは向きを正しく使わないと固定されません。溝が下側に来るように留めましょう。それでも安定しないという時はヘアピンにヘアスプレーを吹きかけてからつけてみましょう。多くのガラス瓶の底にはへこみがありますね。ワインを注ぐ時にそこに指を入れるとおしゃれに見えます。このへこみの専門的な呼び方はパント。喫茶店でよく目にするシュガースティックは簡単に開ける方法があります。本来の方法です。それは真ん中から折るというもの。手に砂糖がつきませんし、ゴミも散らかりません。これにはコーヒーもにっこり。コットンのパッケージに糸がある場合はバスルームのフックにかけるようと覚えておきましょう。毎回紐を引っ張る必要はありません。パッケージの底部分にはラインが引かれており、それを開ければ簡単に取り出しができます。ドアノブは多くの場合真鍮や銅、その他の銅の合金でできています。その理由は抗菌作用、微生物の繁殖を抑えてくれるんです。これらの金属の表面では数時間で微生物がいなくなります。でも手洗いをしなくていいわけではないので、しっかりと。瓶の首が長いのはなぜか。瓶を持つ時には首を持つのが正しい作法です。胴体を持ってしまうと中の温度が上がってしまいます。ワイングラスなども同じ理屈で、ステム部分を持つことで飲み物の温度が冷えたままになります。ジッパーが2つって面倒ですよね。でもこれは防犯用の仕組みで、この2つをロックしてしまえば簡単には開かなくなります。ロックを持っていないのであれば紐で縛ったりクリップを通したりして、スリの被害をなくすことができます。シャツの襟の裏にあるボタンはネクタイを固定するためのもの。スルスルネクタイが抜けるようでは困りますからね。靴の製造業者はお客様が第一ですから、ランニングシューズには靴ずれを防ぐ仕組みがあるんです。どんなすごい仕組みかと思いきや、それはスニーカーの上まで開いている靴ひもの穴。この余分な穴に逆にレースを通し、クロスさせてループに通します。紐を引けば足がしっかりと固定されるんです。さあ走りましょう。バッグや靴、おやつなどに入っているシリカゲル、捨てるのはもったいない。乾燥剤として使えるので、靴が湿った感じがするときなどにはこれを数個一晩靴の中に入れておけば大丈夫です。シャンプーの使い方間違っていませんか？シャンプーは髪の毛にではなく毛根に使いましょう。生まれる泡がどのみち髪を洗ってくれます。ノートの縦線は欄外のメモや落書き用スペースを作っているのではありません。書かれた内容を守るための仕組みなんです。導入された当時、人の住居にはネズミがまだたくさんおり、彼らが髪をかじってしまうことで被害が起こっていました。そのため縦線を引くことで外からかじられても大丈夫な